このムービーではブラシのカスタマイズをご紹介してまいります。ブラシパレットの複数のオプションを組み合わせて、まずは筆のような効果のブラシを作成してみましょう。では、ブラシを変えます。今、ご覧いただいているのは初期設定のブラシなんですが、ここからウェットメディアに持ち替えましょう。そして、この中の、こちらですね。このブラシのシェイプを元にブラシを作りたいと思いますので、左側のチェックは外してあります。はい。そして、 筆のような効果ということでちょっと太めに。では、サイズは80ピクセルにしてみました。このまま書いてみますと、こういった効果なんですね。では、一度復帰しまして。では、ここから展開していきます。次にこのシェイプに入りましょう。デフォルトで今もう筆圧が当たっていますけれども、これは筆圧当てて、えー、よろしいかと思います。軽く書くとこんな感じ。強く書くと太くなります。では、 こちらを活かした状態で次にカラーですねこの描画色背景色のジッター入れますとこんな感じになりますはいこの描画色黒から背景色白までの間でこのように調節をしてくれるんですねですので味が出ますねカラーがないとこういうような状態ですではカラーも活かした状態でこれも 筆圧で設定をしていきましょう。では、もう一ついきましょうか。このその他のところで、不透明度のジッター。これが今、ペンの傾き。それからインク流量。こちらもペンの傾きで設定しています。ですので、立てて書いている時ときと、このように傾けたときでは、このように不透明度が変わるというわけです。ですので、実際にですね、例えば傾けて、かすれたりとか、 またはまっすぐの時にはちゃんと出るですとか、そういった本当にですね、筆で描いている時と同じような結果が得られるかと思います。では、これで実際に描いてみましょう。はい、このような感じできちっとですね、払いのところですとか、この力を入れているところですとか、またはこの軽く描いているところ、きちっと濃淡も違いますし、また、 ととててても自然になっいいいるかと思いままます。す。では続きましていきし次は完全にオリジナルのブラシ作ってみたいと思います初期設定のブラシに戻しましてではですねこのとても小さいもので一つ何か書いてみたいと思うんですけれどもうさぎがですね寝ているところちょっと書いてみました はい、えー、ではですね、これを元にして、ブラシを作っていきたいと思います。選択をしますね。編集メニューから、ブラシを定義です。ここで好きな名前をつけまして、OK ですね。そういたしましたら、これはこのままもう復帰して構いません。そして、ブラシツールに持ち帰ると、この初期設定の中の今、はい、一つ見えますか。ここに今、私が作ったものが見えているというわけです。 はい。では、何もない状態からスタートしてみたいと思うんですけれども、今、このブラシ先端のシェイプにいますが、ここで間隔を開けますね。ドラッグをした時にどのように出すのかという間隔です。では、こんな感じにしたいと思います。これぐらいの大きさにしていきましょう。えー、一回書いてみますと、はい。 こんな感じですねそのままドラッグをするとウサギが続くというような形になっていますではシェイプに入りましょうここで今サイズのところで筆圧が当たっているんですけれども今回では筆圧でいきましょう軽く描くとこんな感じ強く描くと大きなウサギになります次にこの角度なんですけれどもちょっとここを見ていただきたいんですがプレビューできるんですが,うさぎの角度が 変わるのが分かか。りますかはいここのコントロールもいろいろありますペンの傾きスタイラスホイール回転いろいろあるんですけれども今回はもうすべて一つで統一していきましょう力を入れると大きなうさぎでなおかつ回転するというものですねこれは軽く書いている状態です力を入れると回転するのが分かりますかはいこんな感じですね またこの左右に反転のジッターというのもありまして、若干ですが小さいんですが分かりますかそれぞれ一部だけを反転させるということもできます。じゃあ一応この左右に反転のジッターも入れておきましょう。さて、今私はここでランダムにしたいときにですね、力を入れて書いたり、軽く書いたり、力を入れて書いたり、こうやってですね、自分で散らしていますけれども、これを ととてても簡単にやってくれれるこころががあります。す。そ次のので今、この散布のチェックを入れた瞬間に、ドラッグをすると一列だったものが上下にこのように散っているのがお分かりになるかと思います。これも筆圧でコントロールしていきましょう。ですので、はい。軽く書くとこんな感じ。力を入れるとこんな感じです。広がり具合が一気に変わりましたね。 さて、これだけでは面白くありませんので、せっかくですから、カラーを入れましょう。えー、ではですね、色をつけていきます。黄緑と、えー、どうしましょう。背景色にピンクを入れてみましょうか。はい、この状態で色相はゼロの状態でやってみたいと思います。今、軽くドラッグしたり、強くドラッグしたりしています。 今こういった色具合なんですけれども、これが、この色相の実態を実は動かしますと、タブレットとは関係ありませんけれども、これも併用して使っていただきますと、先ほどと比べて色が変わってきたのお分かりになりますかもう少し、この色相のスライダーを一番右100%に持ってきました。すると、ちょっと続けて書いています。より、また、 変わったた色相で出てきてきいいいるるのがお分かりいただけると思います。これは今設定しました描画色と背景色の間で色相をですねここでコントロールしてくれるというとても面白いスライダーです。ぜひ皆さんもオリジナルのブラシの作成を行ってみてください。